今日のヒーローは6回ピンチヒッター見事な同点ホームラン石井義人選手です。ありがとうございます。今日はあのベンチスタートでしたがいいところで打席回ってきましたね。ピンチヒッター、そうですね、あの先頭っていうこともあったんでね、あの思い切りね振りに行こうと思って打席に入りました。その打ったあたり右中間ぐんぐん伸びていきました。手応えはいかがでしたか。あの上がりすぎたんでね入るとは思ってなかったんで、はい、まあ、その石井さんのホームランで同点に追いついて、まあ、1点を争う攻防になりました。ベンチではどんな思いで試合見てましたか。まあ、とにかくあの昨日ですね、あの自分のエラーで負けてしまったんで今日はなんとかね勝ちたいなという気持ちでずっとベンチにいました。ただね石井さん、今日は早くからグラウンドに来て特使を受けてバッティングをしてその練習の成果がチームの勝利に導きましたね。そうですね、あの練習した結果がね出たんでね良かったと思います。これでチームは両リーグ通じて50勝一番乗りとなりました。そうですか、まあ、とにかくね、やっと50勝ってことなんでね、まあ、これからどんどんね価値をね積み上げていきたいなと思います。チームは今9連戦中です。最後にファンの方に向けて一言メッセージをお願いいたします。そうですね、あと残り7試合ですか、とにかくあの全力で頑張るんで、ぜひね応援の方よろしくお願いします。今日のヒーローは見事な同点ホームラン石井義人選手でした。